はーい、人間たち、こんにちは。本日は、以前配信でやったドクターミコの診療所の続きの患者さんを治療していきたいと思います。それでは早速、患者さんの治療に移りたいと思います。最近ずっと暑かったので、クーラーをガンガン使ってたのですが、クーラーが必要ないぐらいに涼しい日でも、どうせこの後暑くなるんでしょうと、クーラーを消すことができません。どうしたら僕は疑うことを知らない綺麗な心を手にすることができますか？これは、ミコ先生もとてもよくわかりますね。僕は基本的にクーラーか暖房を消すことはあまりないので暑いなーって思ってるうちはもうギリギリまでクーラーつけてしまおう。そしてもう寒いやーってなったら暖房に切り替えよう。疑う心は時として大事なり、そのまま生きていこう。以上。次の患者さんのお名前は？隣の客の、隣の客の鍵、消費上、マジ、半端ないって。さんです。腰痛めるから、高座椅子、高座椅子、買いに行かなきゃいけないのに、めんどくさくて動き出せません。どうすれば体が言うことを聞いてくれるでしょうか？ガチモンの腰痛になったら本当に体が動かなくなるからとっとと買うんだな。次。一日が24時間しかなくて困っています。一日の時間を増やす方法を教えてください、ミコ先生。そんなもんは、時計の針に数字を書き足せ。次。患者名、ナナシの、ウマさん。私は、ドがつくほどの方向音痴で困っています。駅から15分のところで2時間迷ってしまうほどです。これまでは、予定時間よりかなり早い時間に移動することで対策していましたが、そうでない時のために方向音痴を治したいです。ミコ先生、方向音痴を治す薬いただけないでしょうか？僕もね、方向音痴なんでね、同じぐらいね、時間かかってしまうんですが、もう僕の対策方法としては、一人で出歩かないこと。か、何回も行ったことある場所以外行かないことです。次。患者名、まさきさん。こんにちは。いつも楽しく癒されながら動画を拝見しています。みこさんに相談なのですが、告白についてです。好きになった女性へ告白をしたいと思っているのですが、過去の経験上、今好きな方とは別の女性には、友達止まりで振られることが何度もあり、若干トラウマになっています。次こそ成功させたいと思うのですが、自信が持てません。ミコさんから何かアドバイスと実行する勇気をいただけたら幸いです。何卒よろしくお願いします。これからも、配信とミコさんの多彩な演技力を楽しみにしています。僕は基本、傷つくの嫌だから、こういう自分から勇気を振り出して告白とか、本当に無理なタイプなので。告白したいと思う勇気が、出てる人間はかっこいいと思うぞ。なので、今勇気を持ってる人間は、
めっちゃかっこいいから。ダメでも、しゃあない。ダメでも、しゃあない。その時は、告白ダメでしたって言って、僕の配信見よ。以上。最近充実した生活が送れなくてしんどいです。元ハニストの配信見たいのに仕事で見れず、PC も壊れそうになりお金も心配です。そんな私に元気が出る魔法をかけてください。心が疲れてると、どんなにお金とかあっても、生活が充実してないなって思うと思うから、心が疲れない程度に、お仕事頑張ること、無理しちゃダメだよ。本当はミコちゃんを見たいのに、ミコちゃんの下乳が、すぎて、ミコちゃんを直視することができません。どうすればいいでしょうか？こうやって薄めで見たらいいと思う。以上。21歳会社員です。しもべとなってまだまだ日は浅いのですが、よろしくお願いします。最近の悩みですが、ソーシャルゲームへの課金がやめられません。据え置き型のゲームに手を出したり、ソシャゲそのものをアンインストールしたりしても、今まで愛してきたキャラたちのことを思い出して、また再開課金を繰り返してしまいます。なんとかして、スパッとやめる方法はないものでしょうか。意志の弱いダメな人間でごめんなさい。これはもう、新しい好きな人を見つけるしかないと思う僕。そして、次の新しい好きな人は、ソーシャルゲームじゃなくてアニメのキャラクターとかの方が、まだお金かからないのではないのかと思います。それか、僕たち VTuber でもいいんではないでしょうか。以上。はい、ということで、本日の患者さんの治療は終わりました。人間のみんなもいろいろな、悩みを抱えているんだね。またいずれ、ドクターミコの診療所をやることがあるかもしれないので、その時はまた人間たちは診察に来てください。それでは、おつはんにー。